ジオみたいな YouTube をやってみたいということで、伊達の一人語りシリーズです。今日もお聞きいただいている皆さんありがとうございます。最近ですね、この伊達ラジオにいつも聞いてますというコメントがたまにつくようになってすごい嬉しいです。ありがとうございます。かなりコアな方ですよね。もう本当嬉しいです。今はですね、どんなタイミングでこのお話をしているかと言いますと、ゼロウェイストプロジェクトのクラウドファンディングがですね、おかげさまでスタートしたばかりですね。で、今2日目にお話ししてるんですけども、開始2日で、60% まで、目標金額の50万のうちですね、60% までおかげさまで達成しております。本当に皆さんありがとうございます。この伊達ラジオでは、クラファンが始まる前からですね、父の日エピソードなんかも交えて、お話をしてきたんですけども、やっぱりですね、こう始まってみると、もちろん糸話の今を応援してくださっている方々っていうのは、こう結構 SNS とかを今の情報をですね見てくださっている方が多くて、私たちもやっぱりいいねとかコメントとか残してくださると、あ、この方が見てくださってるんだなっていう風に、分かって、クラウドファンディングもやっぱりそういう方が最初に応援してくださったりして本当にありがたいんですけど、同時にですね、クラウドファンディングのすごいなと思うところはですね、数年間こう連絡を取っていなかった、昔の知り合いというか、なかなかお会いできていない方もですね、サクッと突然現れてご寄付をして去っていくというですね、すごいかっこいい方もいらっしゃったりとか、あとはですね、やっぱり全然知らない方も以前メディアをニュースとかラジオに出たのを見てくださっていて、時が来たと言わんばかりにご支援をしてくださったりしてですね、本当に普段のこう活動とはまた違う側面もあって、本当に嬉しいなというふうに思っています。で、今日はそんな、クラファン2日目なんですけども、目標金額の 60% まで、達成しているということでですね、私たちこの50万円のゴールを、目標を達成した次のこともちょっと気が早いんですけども、妄想したりしております。クラウドファンディングではですね、そういった次なる目標をストレッチゴールというかネクストゴールっていう風に呼んだりするみたいなんですけども、私たちネクストゴールはですね、50万円の次100万円を、目指していまして、この最初の第一目標50万円は、晴れ着というですね、捨てない T シャツのそのブランドを立ち上げるのにスタートラインに立たせてもらうっていうような金額なんですけども、次の目標の時にはですね、私が今本当にやりたいなと思っているのがですね、コロナの感染拡大でとても大変な状況にある、インドにですね、本当に、シンプルに、寄付を送りたいなと思っていまして、酸素ボンベだったりとか、病院のベッドの数がですね、本当に慢性的に不足しているっていう風なニュースだったり、普段お付き合いしている職人さんたちからも聞いたりするんですけども、そういったところに何か力になれるように義援金という形で送金をしたいなという風に考えています。で、私たちの職人さんたちはですね、ありがたいことにまだですね、症状が悪化して、大変な状況にいるという方はまだ報告を聞いてないんですけども、本当に家族がとか親族がっていう範囲になると、本当にですね、インドの方たち、親族がとても多いので、母数が多いっていうのはもちろんなんですけども、そこまで広げると本当に入院中だとか薬がなかなか買えなくてっていう話も聞くので、そういう個人的なやり取りの中で少額をお送りしたりとかはあるんですけども、本当に皆さんのおかげでこのクラウドファンディングが無事滑り出したということで、次なる目標としては一部ですね、その一部になってしまうんですけども、なんかこうインドのために役立てることが直接的にできたらいいなというふうに考えています。なんかですね、私これまではその
これまでというか今まで、まあ、お知り合いの方がやっぱりクラウドファンディングをしていることも多くて、その度に、まあ、できる範囲での支援をというふうに思ったりしてたんですけども、なんかこうクラファンってリターンが分かりやすいというか、もちろんリターンのない支援のタイプもありますけども、割と最近は目に見える形でこういうふうに使いますっていうのははっきり書かれている方が多いと思うんですね。なんですけど、なんかこう例えばその途上国に寄付を送りますとか、そういったものってもっと大きな、なんで言ったらいいんですか、国連機関とかが実施されてると思うんですね。でそういうのってすごい大事だっていうのはなんか頭ではわかるんですけど、やっぱりちょっとなんかこうどんな風に使われるのかが本当にわからないとこう心を寄せにくいなっていうのはずっと思っていてですね。でなんかこう本当に純粋な寄付っていうものに、まあ、クラウドファンディングをやりながらそんなこと言うのかっていう感じですけど、なんかちょっと抵抗っていうかやっぱり戸惑いがあったりしたんですね。なんですけど、まあ、今回のそのコロナの状況を見たりとかしてると、まあ、実際ですね、やっぱりそのクラウドファンディングのページを作るのにも結構時間がかかりまして、まあ、写真を準備したり文章を準備したりで、まあ、本当に一日やそこらじゃできない、まあ、お仕事の量になるなというふうに本当に思っていて、まあ、そういうのをまあ準備する時間も惜しいから、とにかく寄付が必要なんだっていうふうに、ある人からですね、そのインドの状況に対して呼びかけられた時に、本当になんかこう緊急支援というか人道的な支援というのは、まあ、その使い方が分かるようにする手間というのが本当に大変なんだなというふうに感じました。 もちろんですね、そういうちょっとこう悪気のある人たちはそれをこううやむやにして勝手に使っちゃうとかいう心配ももちろんあったりするんですけども、なんかこういう状況においてはなんかそんなことも言ってられないんだぞということをですね、ひしひしと感じて、やっぱりその距離が離れていると分からないないなっていうふうに思うことが多いけれども、まあ、今本当にその、まあ、この人に渡しますとか送金しましたってはっきりとやっぱりその責任を持って、なんていうんですかね、そのお金を送ったことまでを言えるのであれば、もう本当にまあ詳細を述べろとまで、言わなくても、支援をするということに意味はあるんだなっていうふうになんか思ったりもしています。まあ、それは自分たちがクラウドファンディングをやったことによっての学び学びもあるし、今のコロナの感染の状況っていうのが相まってですね、なんかこう改めて寄付について考えさせる、考え直す時間が最近多いなというふうに思っています。まあ、きっとですね、まあ、これをお聞きの皆さんの周りでも、まあ、インドに対してだけじゃなくても、まあ、いろんな海外だったりとか日本のっていうので、まあ、そのご自分の意思のもと、寄付の活動とかされてらっしゃる方もいると思うんですけども、本当にそのなんか寄付に対する考え方って本当に人によって様々だと思うので、なんかこういうのもいつかどっかで誰なんかこう何人かで話せたりしたら、もっとこう価値観が広がったりするのかななんて思ったりしています。はい、というわけで、今日はですねクラウドファンディング無事始まりましたということで、その次のちょっと気が早いんですけども、ネクストゴールに向けてこんなことやりたいと思っていますというお話と、まあ、なんか伊達のその寄付に対する考え方みたいなのをちょっとお話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。引き続きですね、多分この YouTube のコメント欄にクラウドファンディングのサイトも載っているかと思いますので、またちらっと覗いていただけたら嬉しいなと思います。はい、では最後までお聞きいただいてありがとうございました。